No way! Hey, how's it going, everyone? 日本語では予期せぬことや信じられないことが起きたときにありえないって言いますよね。これから起こる出来事に対するありえない、すでに起こったことに対するありえない、または本当に起こってしまったこと自体がありえないという様々な状況で使われます。今日の動画レッスンでは状況に応じたありえないを表す3つの英語のフレーズを紹介したいと思います。今日1つ目の表現が There's no way。 There's no way。 No way は基本的に絶対にダメを意味しますが、相手を信じなかったりありえないと思った時にも使われる表現です。これから起こること、またはすでに起こったことに対して信じがたい気持ちを表すありえないを意味し、何かが実際に起こった時にありえない、本当に信じられないのニュアンスが含まれます。ありえないとシンプルに表す場合は No way で大丈夫ですが、何々なんて信じられない、ありえないは There's no way 何々のように空欄に対象が入ります。例えば、彼が3時間アンダーでマラソンを完走したなんてありえないという場合は There's no way he ran the marathon under 3 hours になります。日常会話ではこんな感じで使われます。 Do you think I can finish this hamburger? There is no way you're gonna finish that. Did you hear Mike called off the wedding? There is no way he did that. 次のフレーズは That can't be true.That can't be true. このフレーズは何かを聞いたことに対して嘘だろと言った具合にその情報が事実であることを信じられないときに使われます。もうすでに起こったことに対して使われる表現で、本当にそうなるなんてありえないといった意味合いになります。また、起こった事実が本当は起こっていないと信じているニュアンスが含まれます。その他、先ほど紹介した表現と組み合わせて使うことができ、There's no way that can be true ということもできます。ここでの注意は、There's no way that can be true。can't ではなくて、can になります。that can't be true と、There's no way that can be true。意味はほぼ一緒ですが、There's no way that can be true の方がより強調した言い方になります。日常会話ではこんな感じで使われます。John decided to drop out of college. That can't be true. He worked so hard to get into that university. She got arrested for stealing. There is no way that can be true. She's not that kind of person. 今日最後のフレーズが That's impossible.That's impossible. Impossible は不可能を意味することから、不可能で絶対起こるはずがない出来事に対して使われます。特に何かが起こる前に、それは不可能だよ、絶対ありえないよと決めつけるときに言うセリフです。日常会話では That's impossible を略して Impossible ということもよくあります。日常会話ではこんな感じで使われます。I'm going to finish the marathon in 3 hours. That's impossible. You don't even practice. Can I become a fluent speaker in 1 month? That's impossible. It takes years to master a language. 今日はありえないを表すフレーズを3つ紹介しました。There's no way. That can't be true. That's impossible.この3つでしたね。アメリカ人は日常会話で状況やフィーリングに応じて使い分けをしていますが、 That can't be true は何かが本当に起こったなんて信じられないっていう気持ちを強調したいとき、何かが本当に無理だ、それは絶対にありえないよと強い気持ちで言いたいときは That's impossible。 そして最も無難な言い方、逆に言うとよく使われるフレーズが No way、もしくは There's no way になります。今日の3つのフレーズを復習して皆さんも実践してみてください。
今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 Nothing is impossible if you put your mind to it. It only becomes impossible if you believe in it. Thanks for watching today, guys. I will catch you again next time. Take it easy. Peace.